日本、鹿児島県薩摩仙台市、原田町。原田町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧川内市、原田町。郵便番号は895-0074。人口は485人、世帯数は238世帯。原田町の全域で、住居表示を実施している。青色の枠内が、原田町の区域である。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成薩摩仙台市の西部、川内川の下流域に位置している。麻生駅の北方に西方にかけては、国分寺町、南方には、東大工寺町、大正路町、東方には中号がそれぞれ接している。麻生駅の北端には、国道267号が通っており、 北部を南北に、九州新幹線の高架が通過し、東端には必殺オレンジ鉄道線が通っている。南部には、薩摩仙台警察署、最西,西海川内病院が所在している。原田町という町名は付近にあった中郷町の旧、正寺名、原田に由来する。1981年に、川内主大小路町及び中郷町の各一部より、分割され、 川内市の町名、原田町として設置された。1992年に原田町の一部が中郷一丁目及び中郷二丁目の一部となった。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、池戸院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 薩摩仙台市水道局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。阿佐駅の東端を日刹オレンジ鉄道線が通っているが地域内には駅はなく、最寄り駅は川内駅もしくは上、川内駅である。ありがとうございます。